では皆さんこんにちは、桜井真隼人です。コロナでね大変ということで、ソーシャルディスタンスということでね、マスクをしてね、田辺明さんと、松井さんと、対談をしてみて、でね、田上明選手、ね、元ね選手ねは、全日本プロレスとノアの、出身ですね。ということでね、やってみたいなと思います。はい、すいません、不慣れで申し訳ないです。、はい、なんかですね、私ちょっとごめんなさい、全然田上明さんのことをよく知らなかったんで、ウィキペディアっていうので調べちゃったので、ちょっとその辺紹介しちゃってもいいですか？いいですか、すいません。はい、田上明さんは、日本の元プロレスラーで、元大相撲力士、お相撲してたんですか？すごい。飲食店系今やってるじゃないですか。やってる、確かに。ここにありますね。ステーキチャンプ、はい、あります。はい、飲食店経営してます。はい、身長なんと191、はい、すごい。体重は115キロだったらしいです、うん、今はちょっと違うと思いますけど、97キロ今97キロ、すごい。なんかすごいいろいろこう書いてありまして、じゃあ私やりますよね。あ、そうですか、はい。田上明選手、もともと相撲もやられてて、まあプロレスね、もちろんプロレスでね一世風靡をしたということでですね、もうこれいっぱい写真が貼ってありますけど、例えば私昔見たことありますね、テレビで。あ、そうですか。はい、これ活躍された何年ぐらいの頃の写真というか。20年以上前ですね。すごいですね。そうすると1990年、90年頃かな、はい、ねえの1990年代ですよね。そうですね。うん、すごいですね。今あれですか、この何歳ぐらいまでやられてたんですか？50ちょこっとぐらいまでですね。50ぐらいまで。51。最初18で相撲取りになって、はい、それから26まで相撲をやってまして、で十両まで行って、それからレスラーになったんですね。はいはいはい、ジャイアントパパに弟子入りしまして、もともと砲丸投げとか陸上やってたんですね、野球。あ、まあそれちっちゃい時に、ね、小さい時から。柔道とかも小さい時ですか？中学の時は野球部だったっす。でも出身は埼玉？埼玉ですね。なんかそのそういうスポーツはすごい類まれてやられてたと、子供の頃から運動しかできなかった。運動しかできない。で、あれですか、なんでまたプロレスに入ろうっていうのがあるんですか？相撲の時にちょっとね、師匠とトラブりましてね、揉めて、ああ、で、あれですよ、プロレスの方に転向しちゃった。ああ、そうですか。師匠と喧嘩したんですか？ね、女の取り合いして。それは言いづらいですね。まあ今だから言えるね、エピソードで。その師匠、あれ相撲の時ですか？お塩が親方ね、もう大麒麟ですかね、もう多分。その相撲時代のその経験はプロレスにこう生きたっていうか、あれはありましたか？いろいろスポーツやられてきた中で。まあ、ある大きい、ある程度のことはね、同じ格闘技なんで、大体はあるけど、まあ結構違った意味では、ね、あれですね、まあ、生きてましたね。生きてた。マハさんも、はい、格闘家じゃないですか、はい、プロレスラーと格闘家の違いって。うん、いや、プロレスも格闘技ですよね。格闘技なんですけど、まあ、なんかこう、格闘技は格闘技だよね、なんか違いみたいなとかってやっぱ種目的であるんですか？なんかちょっと私素人でわかんないんですけど、なんで一番違うのはルールが違う。
そっか、ルールが違うのか。プロレスはね、何でもやっていいんですよね。だってフォークでぶっ刺してもいいんだもん。ね。いや、ダンプ松本よくやってみました。本当にいけないんだけど。本当にいけないんだ。いや、だって大流血、だってオモニタッチなんか、あの金属バットかなんかこう、あの、あれ、有刺鉄につけて振り回せるじゃないですか。怖い。椅子だってこれ、この椅子でボンって来たり。怖いですね。プロレス怖いですね。そういうプロレスする人はね画鋲刺したりね、やりますよね。画鋲散らばして、あのリングの上ですか。そうです。あのかかとにさ、一回さ、怒って刺さったことあるんだけど、それだけで飛び上がるほど痛いのに、あの地面は画鋲だらけですよ。そこでバックドロップバーンってやったりとか。あのそれやってる人に聞いたら、あの頭ほらシャワー洗うじゃない、はい、それで画面が落っこってくるって言われた。そうでしょ、頭に刺さってて怖い。サルさん、そういうプロレスはどう思います。いや、あんまりやりたくないですよね。たまには俺らも流血戦はありましたけどね。それやっぱりこう、えいなんてやった時に血が出ちゃうんですか。まあ頭にね、椅子のパイプとか当たっちゃうと、やっぱり殴られちゃうんですか、椅子で。怖。プロレスってなんか結構道具使っちゃってるんですね。じゃあ、まあ道具使いますね。なんか使わない方が多い。なんかね、脳みそにその要するにダメージがあるな、その画鋲とか刺さって流血とかね、はい、する人に聞いた、オニタアスさんとかにもちょっと話したことあるんだけど、まあ要はね、彼らからすると我々のやってる競技の方が嫌だって言うんですよ。だからその表面がね、あの傷つく方がいいんだって。まあ、どういうこと。まあ、いいっていうか、まあ痛みの種類が違うんですよ。だからそのなんかそのつねられて痛いのと、はい、なんていうのかな、交通事故でドーンってくる、ドンと地区じゃ、地区の方が好きな人はそれなんですよ。で、私らはドンってのが何とも思わないんですよ。だからその痛みの感じ方が違うんですよ。だからあの多分ね、田上さんとかはドン派ですよ。ドン派、まあ、ドンってのは何とも思わないんですよ。要は脳みそにこうダメージは何とも思わないんだけれども、あの実際画鋲とか刺さってるね、切ったりとかってのは脳にダメージはないんですよ。そこまで。ああ、なるほどね。はい、ドーンってのはないんですよ。だから、それチクチクってのは何とも思わなくないんでしょうけど、まあ、あのドーンよりは全然何でもないよっていう人たちみたいなんです。だからもう人種が違うんですよ。もうなっちゃうんですね、トレーニングによって。じゃあトレーニングの違いってのも結構あるってことですか、そのドーンとチクが違うってこと。うん、まあ私らは、まあね、あの田辺さんもそっち派だと思いますけども、こう経歴を見てね。あのまあ本当に何ていうのか、そのルールの中でのその勝つためのトレーニングをしてきたんで、まあそれが伴った、例えばパンチで KO されたとか、あるじゃないですか、効いちゃったとか、はい、あ、まあそういうのをトレーニングでやってるから、そういうのは慣れちゃった、そういう感覚に。ただ地区の人たちはもう普段、まあそこはちょっと私もあんまり定かじゃないんだけども、まあ普段からねチク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 やってるのかわからないですよ、これはあくまで憶測ですけど、ええのかなとか、まあそこもちょっと聞きたかったんだけど。確かに知りたい、知りたい。まあ知ってるかなと思ってるんで、まあそこまではちょっと大西さんに聞いたことなかったんですけど。あのピークの時のトレーニングってどんな感じで、一日こう朝起きてから。変わんないですよ。普段と、うん、じゃあまあとりあえず朝起きて。特殊なっていうのはそんなにしないですね。だからもうね、はい、ライフなんですよ。ライフなんだ。ライフなんですよ。もうプロレスが、はい、もうライフなんですよね。あ、もう生活溶け込んでるから、まあ、ヒクソもそうなんですけど、グレーシー手術って何であんな強いのって言ったら、ライフなんですよって。だからもうトレーニングした感覚じゃなくて、生活の一部になっちゃってるから、もうそれがもうなんていうの、特別なもんじゃないんですよ。かっこいい、っていうことですよね。そうです。すごーい。そういうことなんだ。だからもう生まれながらの、うん、もうトレーニング家なんですよ。うわーすごーい。おそらく、ね、俺は嫌いだったから。嫌いなの。全然違うじゃないですか。話が合わせが伝えたんですよ。俺はトレーニング好きだ。嫌なんですか、トレーニング。好きじゃ
ないね、あんまり。じゃあ結構サボったりとか。うん、サボりの天才。サボって何してたんですか。何してたって言うじゃないけど、まあやるのもやってたよ。あ、やっぱりそうですよね、やりますよね。失礼なこと言っていけません、サボってません。いや、サボるってのは、はい、その定義がある中でそれを怠るかどうかなん で基本的に定義あるんですよ。あ、うん、だから皆さんが思うのはもうサボるってのはやってないじゃないんですよ。やってるのが当たり前の中でそれをね、100あったら今日は80、60しかできなかったなっていうのがサボるでしょ。なるほど、そういうことです。なんでサボるっていうふうに表現が出る人はやってるんですよ。あ、そうか、基本的にはそういうことか。うん、定義ある。ああ、うん、サボりの定義。私はやってませんって言いますけど冗談です、やってますよ、もちろん。そうなんですね、うん、回数がでもね、一般の人と全然違うから。そうなんです。だって100回ね、2000回ぐらいやってるんですから。怖い。基本は怖くて怖い。それをね、今日はいいじゃないですか、1000回ぐらい。いや、怖い。1000回で許してあげましょうよ。ね、それをサボるって言ってるんです。怖い。これね、300キロぐらいの子上げてるんですから。いや、怖い。これ時には200キロぐらいでいいじゃないですか。いや、200キロ。それをサボるって言うんです。あ、そういうことですよね。ほらすごいですね。身長が191あるってちょっとさっきウィキペディアで書いてあったんですけど、それはトレーニングじゃないでしょ。いや、それは生まれ持って191あると困ることないですか。いや、着るもんがね、ですよね。それでポッポッポッと買えない。そうですよね。でもね、プロレスの人は多いですよ。190、今はもう特にみんな大きいですよ。へえ。190あるなら、だって各スポーツだってもういるじゃないですか。今大型してますから。あ、そっか。はい、昔の戦後のね、まあ戦後の人に、まあ段階世代の人ちょっと失礼になっちゃうかもしれないですけどね、食べ物食糧難の時代じゃなかったですもんね。もうちょうど我々はこのね、成長期にこうね、生まれ育ってる中でね、ましてや今の 食品なんかさ、急にその豚とか牛を大きくしたいから、うん、なんかもうステロイドホルモンかなんか打って、その後ろを食べてるから、その子供たちはもう成長が早いっつって、そんな話なんか新聞かなんか出て、で、だから、うん、だからもう今の人たちはもう昔のね、うん、もう欧米化が進んでるっていうのはそういうことだって。じゃあ私、背ちっちゃいのは、そういうのもっと食べたら大きくなれる、うん、お肉は食べなかったからです。だから今日はね、ここに来たんじゃないですか。そうなんだ。だから今オージービーフとかね、まあ、牛肉ね、アメリカのね、うん、肉なんかはまあ日本はちょっとそう分かんないけれども、こうステロイドを打ってですね、あっちはもうステロイド文化なんですよ。でそれをまあ俺もアメリカで随分トレーニングずっとしてましたけど、それを科学的というのか非科学的というのはあなたたちの見解だから、それはいいよ。だけどもこっちはそれを科学的なんだよと。だからもう筋肉増強、今ではねドーピングでいろいろお願い、オリンピックだなんだで引っかかりますけれども、向こうは当たり前なんですよ。結構当たり前なんですよ。だからそれはもう特別なことじゃない。一般の人たちがフィットネスで筋肉を大きくした方が新陳代謝が上がるから、それでストレート打ってる人がいるぐらいですから。勉強になる。いやいやいや、マーカスさんすごい勉強家。勉強家というか、まあトレーニングのことに関してはですね。びっくり、うん、まあ相撲のね世界なんかでもね、まあ今は分かんないですけど、昔はそういうのありましたよね。そうですね。体やっぱ大きくしてるから。そっか、大きくするの仕事ですもんね、うん、お相撲さんってね。でも2回しか食べないって言いますよね。まあ相撲取る場合ドーピングっていうより食ってですけどね。あ、食べて、うん、食べたら寝るんですよね。寝ます、ね、なんか2回しか食べないで、うん、食べたら寝るって言ってね、まあ食べたら寝るっていうのもね、またこれ憶測、またねあれなんですけど、そこに言い忘れちゃいけないのは、毎日さトレーニングしてるってことなんですよ。トレーニングして食べて寝るから筋肉がでかくなるんですよ。食べて寝る、食べて寝る、トレーニングがなかったら、ただそれは脂肪ばっかりでかくなるけれども、うん、筋肉を大きくするための一つの手段なんですよ、これは。そうですよね。まあ朝からね、5時6時から練習は休みですね、うん、昼まで。だから相撲取りの人は今その
まあその日本のその文化の中で基本あの体を本当に鍛えてるというか筋肉を大きくする方法はそういうので編み出してるんですよね。すごいですね。だからカロリーを取らないと筋肉って大きくならないんで。ああそうですね。なんでまあやっぱりいっぱい食べて、まあ1日2食ってのはまたあれですけれどもね、極端なあれですけど、まあなるべくカロリーを取ってトレーニングして寝ると、それはもうあの一つの体を大きくする方法、筋肉を大きくする方法の一つですね。すごいですね。体を大きくするってやっぱりもうこういう格闘技やるのがやっぱり重要ですもんね。格闘技、まあプロレスの方、私もね実はちょっとプロレスやらさせていただいてるんですけども、まああのいかにね筋肉を大きくして、まあ体脂肪はまあそれは良し悪しですけれども、あのをなるべく少なくするか、まあ、それがやっぱり MMA 総合格闘技では、あの大切なことなんですよね。まあプロレスとかだとやっぱりその衝撃がやっぱりダメ、叩きつけたりとか、まあ、さっきも言ったようにあのコーナーポストに頭をぶつけたらガーンってやったりするわけだから、まあ体脂肪も必要でしょうということで、まあ、クッションになるんですからね。まあそれはそれなりのそういうやり方があるわけです。まあ相撲だったらばやっぱりその捕まれちゃいけないわけでしょ。あ、そうですね。捕まえちゃいけない中でやっぱりその相手の手とその距離感を保ったりとか、あとやっぱり自重を多くするためにその方がやっぱり相手にとってね、あの重く感じれるわけだから、やっぱりそういう競技によってさまざまな、そういう要は筋肉は絶対増やさなきゃいけないんですよ。だけどもだ体脂肪も良し悪しなんだよね、と思います。すごい。どうですか。そうでもあのベルトをこうはめているときすごいいい体ですよね。浅部さん、僕はあんまりねウエイトは好きじゃないから、いや、あんまりやっぱ細かったんですか。細くはないけど、もう120キロぐらい。そう、いや写真あるじゃないですか、ね、写真ここにね、でも結構スイムな感じですよね。なんか結構こうすごいこう横にいて、もうなんかスイムな感じですよね。なんか縦に長い感じでねえ、ジャイアント馬場なんて一緒だったから、馬場さんみたいだって言われて。でも馬場さんもやっぱ見上げるようでしたでしょ。背は大きかったですね。ねえ、やっぱ馬場さんといったらやっぱね、田辺さんも自分は特別大きいとは思わないですよね。ああ、そっか。いや、でも大きいと思わないですよ。あ、ね、あ、見上げる人はあまりいないから。あ、やっぱり身長が高いと得ですよね。見上げるのは馬場さんとアンドレぐらい。ああ、もう背が高いだけで怖いって感じしますもんね。試合にこう出た時に。威嚇がありますね。坂口、健二さんのお父さんの坂口誠二、さんは団体違かったですか。違います、ね。あ、じゃあ、じゃあ背ってないですね。でもあの人も大きいですよね。そうですね。90。そうですね。あれ山崎さんらとは一緒ですか。あの人も新日本系統です。ああ違うな、UWF、はいはいはい、系統じゃないですか。山崎さん、ね、私もその UWF の帽子をかぶってきました。おお、最近あの UWF ファンですって言ってますんでいやみんなびっくりされるんですけど、この帽子かぶってるUWF 好きなのっつってあの高山さんのあの応援のチャリティーとかもちょっとこれ買わさせてもらってるんですけどね。なんかあの一番活躍されてた時とかってどんなこう試合とかこう試合ですか。なんかこう記憶に残ってる良かった試合とか、なんかっていうか、お客さんをどうやって楽しめるそういうのを考えてましたね。俺なんかだからお客を喜ばせなあもの人だから、これ余裕ある人ですね。確かにそうですよね。あの、総格闘技だととりあえず勝たないと自分の存在価値がないんで、ね、もう、でやっぱりある程度チャンピオンとかね、そういう自分がこう売り出せたらやっぱそれ考えますけどね、それまで総合格闘技必死ですね。ベルトすごいですもん、お店の中にこうちょっとね飾ってありますけど、全部でいくつぐらい取られたんですか。感情してないから、あ、分かんないぐらいあるんだ、すごい。だからまあアントニオ猪木さんがね、はい、
まあ、子供アントニー、まあ、猪木さんと佐山悟理論があって、はい、で佐山さんは、まあ、そのガチを追う人だったんですよ、はい、まあ、要は何でもこうなんていうか勝てばいいんだと、はい、まあ、追う人だったんですよ、要は、うんうん、で、まあ、猪木さんはあのエンターテインメントを追う人だったんですよ。見せる、うん、だから見せる、そうだからその2つにこう大きくすると分かれてて、だから見せる側なんですね。うん、だからそうですね。で、なんだ、佐山さんの方は、まあ、私は佐山先生の、まあ、その、まあ、弟子の弟子の人が教えてもらったんですけど、はい、だからそう、なんていうの、とりあえずもう、なんていうのかな、もうガチっていう真剣勝負、うん、うん、真剣勝負の中でもう、うん、お客さんを、まあでも結局はね、客商売だから、まあ、それは我々の感覚なんですけど、エンターテインメントになるんですけれども、まあそう、まあもう本当に誰が一番世界最強だ、本当のやつ誰なんだってのを思う、そういうのをですね、いやー、お前絶対対戦したくない、しないけど、